こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回の動画では大人の夏トップス全部紹介というテーマでお届けをしてみたいなというふうに思ってます。いや、今月も暑いですね。まあ梅雨明けが早かったのもありますが、7、8、9とまだまだ暑い期間が続くわけなので、まあ皆さんもですね、夏の着こなしきっと困ってることかなと思います。まあ通常であれば夏の着こなしもそこまで量がなくてもいいかなと思うんですが、まあここまでですね、夏暑い期間が長いと、まあちょっとですね、バリエーションは多い方が例年よりはいいかなと思うので、今回はですね、僕の中で考えうる夏のトップスをですね、こちらにずらりと並べてみましたので、まあ実際に着ながらこういったバリエーションがあるよというところをですね、皆さんに全力でお伝えをしてみたいなと思っています。まあ中にはお気づきの方もいらっしゃるかなと思うんですが、いつもとですね、ちょっとこう音の感じが違うと思うんですね。いつもはピンマイクつけてるんですが、今回はつけずにですね、このまま一気に着替えをしながらですね、一発撮りでお届けしたいなと思ってますので、ぜひですね、今後の夏服の参考にしていただければなと思っています。こちらのチャンネルでは大人の男性に向けてメンズファッションの基本をですね、なるべくわかりやすく解説をしていますので、よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。それでは早速行ってみましょう。はい、ということでここからですね、もうトップス祭りということで、どんどんですね、僕の手持ちのトップスに着替えながら皆さんに解説をしていきたいなと思ってるんですが、まずはベースをですね、ある程度お伝えしたいなと思ってるんですね。まあ、なるべくわかりやすいように今回はですね、ボトムスはもう共通でこれだけを履くようにしました。なかなかね、下を着替えるとなるとですね、大変っていうのとちょっと気恥ずかしいので、このままボトムスは固定をしたいと思います。ユニクロの大定番スマートアンクルパンツのブラックですね。でこれを履きながら、足元はですね、ジャーマントレーナーのホワイトを履いています。これもね、ベーシックで使いやすいスニーカーなので、基本的にはこれを履いていきたいなと思ってるんですが、一応念のため、グルカサンダルのブラックと、ニューバランスのグレーのスニーカーをですね、横に用意をしながら、まあその時々で変えることもあるかなと思うので、まあまずこの大前提を皆さんにお伝えができればなと思っています。その上で、まず一つ目、一番ベーシックな白の無地の T シャツですね。まあこれさえ持っておけば、まあ一番ベーシックで失敗のない、まあ無味無臭な部分もあるんですけども、コーディネートが完成するかなと思います。これ以前もご紹介しましたが、今季のグリーンレーベルのポケット付きの T シャツですね。無地 T シャツは結構シンプルに見えがちなので、ポケットが一つつくだけでもだいぶ見え方が変わります。アクセント的な要素が加わるので、まあこういった T シャツ、サイズ感も少しゆったりめの方が大人の男性にはですね、体型カバーできますし、なおかつトレンド感も程よくミックスできるので、すごくおすすめかなと思います。まあこんな形でブラック系のパンツとも相性がいいので、まあぜひこんな感じの着こなしも試していただきたいです。ただちょっとベーシックなので、まあちょっとこういったサングラスだとかそういったものを取り入れてみるのもいいかなと思いますし、まあ普通グルカサンダルとかの方が、よりまあちょっとこのね、退屈さというところを紛らわすことができるので、まあこういった具合でちょっとこう、小物を変えてあげるだけでも調整がしやすいかなと思うので、どうでしょうか。まあこれだけでもですね、だいぶ変わってくるかなと思いますし、時計ですね。今日はアップルウォッチとバングルをしていますが、手元に何かあった方がよりバランスが取りやすいかなと思うので、こんな形でまず一つはご紹介できればなと思います。どんどん着替えていきますよ。まあ、上半身ね、もうこのまま脱いじゃいますけども、二つ目はですね、ちょっと色変えてみましょうか。いつも通りね、グンゼのシークを着ていますよ、これ。はい、この姿は皆さんにとってもね、だいぶ見慣れたものになってきてるかなと思うんですが、次はね、ちょっと綺麗な色の T シャツ着てみましょうか。このように、白 T もいいんですけども、ちょっと退屈さだって感じる場合は、ブルー系、ライトブルーなんか僕はすごく使いやすいかなと思うんですね。はい、着てみました。ちょっと髪型は乱れてしまうかなと思うんですが、こんな感じで着てみたわけですが、どうでしょうか？サイズ感としてはちょっとゆったりめ、同じようなサイズ感ですね。まあ、これぐらいが今っぽくていいですし、袖の長さもだいたい腕の関節ぐらいまでっていうところが、まあ、最近の T シャツにはすごく多いかなと思いますね。で、色を変えてあげるだけで、だいぶですね、凝った感じには見えやすいかなと思います。ライトブルー、すごくですね、爽やかさがあって、清涼感がありつつも、意外とブラックとかネイビーのパンツにも合わせやすいですし、僕らが普段持っているような、着てるようなアイテムとの相性がいいので、このような色、なんかね、一気にオシャレ感が漂うので、ぜひ皆さんにもお勧めしたいなと思います。これは昨年購入したユナイテッドアローズのオリジナルのものになりますが、なかなか同じような色は見つかりづらいですが、今季のユナイテッドアローズでもちょっと似たようなブルー系ありますので、ぜひチェックをしていただきたいなと思います。はい、どんどんいきますよ。めちゃくちゃアイテム数ありますんでね。
このまま行きたいと思います。はい。続いてですね、綺麗色 T シャツのですね、2枚目は、まあ、ダークグリーンですね。これまた使い勝手が良くて、僕はね、大好きでダークグリーンとか、あとはオリーブですね。このあたりもたくさん持っているんですが、ちょっと着てみましょうか。はい。ライトブルーに比べると、ちょっと落ち着き感がありますよね。ライトブルーはちょっとこう、華やかさとか綺麗な感じが強いんですが、このようなダークグリーンっていうのは、色が深いので、割とこう、ブラック系のパンツとも馴染みつつ、でも地味になりすぎない。ブラックとか、ネイビーにはないような、ちょっとしたこう、華やかさ、品のある雰囲気が漂うんで、僕はね、このダークグリーンという色、すごく好きです。オリーブでもいいんですが、まあ、よりこの深めのグリーンの方が、僕はなんかしっとりと大人っぽい感じで好きなんですね。これはグリーンレベルさんと今期コラボレーションして作った T シャツなんですが、まあ、サイジングも袖ちょっと長めなんだけども、長すぎない。身幅もゆったりすぎない。着丈も長すぎないというですね、大人の超ゆるサイズをですね、目指して作ったアイテムなので、すごくバランスがいいかなと思いますね。まあ、グルカサンダルでもいいんですが、僕はこれの場合はなんか王道の白レザースニーカーがいいかなと思うので、履いてみたいと思いますね。まあ、ここら辺だともう、非常にバランスがいいコーディネートで、まあ、誰が見てもなんか嫌味がないようなスタイリングかなと思います。白無地に比べると少し気の利いたスタイリングにもなるんですが、かといってやりすぎ感がないという形で、なかなかこのような T シャツがですね、目になる着こなしもいいんじゃないかなと思うので、ぜひお試しいただきたいなと思っております。はい。続いてはですね、どんどん駆け足いきますよ。はい。次はですね、T シャツの中でも、ちょっと濃い色系いってみましょうか。濃い色系いってみましょうか。はい、これはですね、シップスエニーで購入した、ダークグレーの T シャツですね。まあ、ブラックの T シャツも悪くないんですが、今回はボトムスがブラックなので、このままですね、T シャツまで黒にしてしまうと、さすがにちょっと重たいかなと思ったので、ダークグレーぐらいに抑えてみました。サイジングはですね、先ほどに比べるとだいぶ大きい感じになったかなと思うんですね。袖の長さ5分丈以上で、ちょっとこう腕の関節よりも長めです。で、ポケットがサイドについていて、カジュアルな見た目になっているかなと思うんですね。まあ、このような、ちょっとこう思いっきりルーズなシルエットのものに関しては、なんか靴もですね、ちょっとこうジャーマントレーナーだと、まあ普通すぎてしまうかなと思うので、ちょっとこう今っぽいニューバランスのスニーカーなんかを合わせてあげるといいんじゃないかなと思いますね。ちょっと履いてみましょうか。こういった、まあ、ニューバランスのスニーカーがミディアムグレーぐらいの色味ですよね。それに対して、トップスはこのダークグレーということで、色のテイストをですね、リンクさせてあげるとまとまりがいいんじゃないかなと思いますね。本当はボトムスのシルエットももう少し緩くしたいなっていうのが本音なんですが、こんなところで、濃い色の T シャツというのも結構使い勝手が良くて僕は好きですね。まあ、この T シャツは短パンで履くことも多いんですが、このような形で少しね、大人っぽいイージースラックス合わせてあげるのもバランスがいいかなと思うので、グレー系の T シャツ、これも意外と使いやすいので、ぜひ皆さんトライしていただきたいなと思います。はい、こんなところでね、無地 T シャツ系がですね、大体着終わったかなと思うんですが、続いてはですね、何行きましょうか。はいはいはい。まだ T シャツね、1枚ありまして、プリント T シャツですね。無地もいいんだけども、ちょっとなんか、プリント T シャツで遊びを出したいなとか、たまには雰囲気変えたいなっていう場合は、これがいいですね。白系のプリント T シャツということで、僕これ大好きで、今季一番着てるんですが、自分とこで作った T シャツですね。僕のブランド、ソーという名前なんですけども、ここのプリント T シャツなんですが、白ベースの T シャツって結構使い勝手が良くて、プリントがある分ですね、ちょっとこうカジュアルさがあったりとか、子供っぽく見えがちなんだけど、白ベースのベーシックさがあれば、そこまでですね、子供っぽく見えないので、僕はですね、この白ベースのプリント T シャツ大好きなんですね。まあ、今回はですね、ちょっとこれ、何の絵なんだろう、何の写真なんだかわかんないですけども、抽象的な、ブルーですとかネイビー、ブラックが基本的には使われていて、そこにですね、ブラウン系の色が混ざったりだとか、差し色にこうイエローが入ってたりだとか、まあ濃い色なんですけども、その中にちょっとこう動きがあるようなプリントにしてるんですが、これね、個人的に気に入ってよく着ています。これを着るときにはですね、まあ、ニューバランスのスニーカーも多いんですが、まあちょっとこう T シャツがカジュアルなので、足元は綺麗めにグルカサンダルぐらいでまとめてあげるのもいいかなと思うので、こんな感じで合わせていくのもいいんじゃないでしょうかね。一応ですね、これインして着るのも結構バランスが良かったりするので、まあ、こんな形でね、インしたスタイルだとか、上にジャケットね、着てもらうのもいいかなと思うので、まあ、ぜひ皆さんですね、こういったプリント T シャツいろんなブランドから今出ています。
Beauty and Youth のオリジナルのものもすごくいいのありましたし、あとはですね、最近はタンタンというブランドがありまして、そこのプリント T シャツがすごく質がいいので、ぜひ皆さんもね、大人でも着れるようなプリント T シャツ探していただければなというふうに思ってます。はい。で、このプリント T シャツを着た状態で、まあ大体 T シャツが終わりましたので、今度は半袖のシャツを行ってみたいと思います。はい、これまたね、やっぱり使い勝手のいいアイテムで、ぜひ皆さんにもですね、大人っぽく見せるために着ていただきたいんですが、まずはこちら、ブルー系の、まあこれもライトブルーですね、の T シャツになりますね。はい、これはですね、今季グリーンレベルさんとコラボレーションをした、半袖のシャツになります。はい。前はですね、開けてもいいし、閉めてもいいし、今ちょっと閉めてみましたが、こんな感じで合わせてみるとバランスがいいんじゃないかなと思いますね。まあ、シャツっていうのは襟がついてるので、やっぱり小綺麗に見えるんですよ。なので T シャツだけだとどうしてもなんか子供っぽく見えるな、大人の男性としてはなんか心配だなっていう方はもう少なくないかなと思いますし、僕も結構ですね、今年、40の大台に登ったので、そうなると T シャツ1枚のスタイルもいいんだけども、そんなに暑すぎない日だったら、シャツ着てる方が好きなんですよね。なので、このような、グリーンレベルさんとのコラボレーションのシャツですね。第一ボタンまできっちり締めて着ることもあったりします。そういう場合は、下の T シャツは着ないで、もうインナーの上に直接、ブルーのシャツを着るようにしてるんですが、このような形で襟元しっかりと締めて着るのもいいと思うし、あとはですね、前開けて着るのもいいかなと思うんですが、まあ、襟元がレギュラーカラーだと、よりですね、小綺麗な雰囲気にまとまるので、ぜひ皆さんもですね、こういった半袖シャツは持っておいて損ないかなと思います。色はライトブルーでもいいですし、他にもいろんなカラーがあるので、ちょっと着てみたいなと思うんですが、このような色もですね、ぜひトライをしていただきたいなと思っております。はい、続いて同じく半袖シャツの中で、ちょっと色を変えてみましょうか。僕もね、ライトブルーみたいな爽やかな色も好きなんですが、こういったオリーブとかカーキだとか、そういったなんかちょっとこう、やぼったく見えるようなカラーも結構好きなんですね。で、そういったものってなかなか多くはないので、これも自分のところで作ったんですが、このようなね、半袖のシャツ、オリーブ色もですね、なかなかバランスがいいんじゃないのかなと思います。はい。オリーブのシャツを合わせるときには、やっぱりボトムスはブラックとかで引き締めてあげたりだとか、あとはダークグレーとかでも合うと思うんですが、まあこのようなオリーブっていうのはやぼったさがあるので、他の色は白ベースの T シャツだとか、ブラックで引き締めてあげるだとか、まあそんなバランスをとっていただければですね、結構使いやすいかなと思うので、オリーブの半袖シャツ、こんな感じでもですね、バランスがいいので、ぜひ皆さんトライをしていただきたいなと思っております。はい。続いてはですね、半袖シャツでも襟型ですね。こういったレギュラーカラーなのか、もしくはですね、オープンカラーシャツなのかでも全然印象が変わるんですね。そこでじゃあオープンカラーシャツを着てみましょうというところで、まずはですね、これ、今季めちゃくちゃ良かったのが、これ、GU のですね、オープンカラーシャツですね。ね、だいぶね、襟元違うと印象変わりますよね。ここ、最初からこう三角形に開いてるような形になるんで、よりですね、カジュアル感があって、これまたバランスがいいかなと思います。まあ、T シャツのようにさらりと羽織るような感じもいいと思いますし、前をこのようにですね、留めてあげるのもいいと思います。僕はどっちかというと、締めた方が好きなんですね。T シャツの見える分量としては、この襟元と、あと動いた時にちょっとこう、ね、前の下の部分から見えるぐらいのバランスが好きなので、まあこういった形で着てもらうといいかなと思いますね。うん、オープンカラーシャツが好きな方と、レギュラーカラーシャツが好きな方って結構分かれるんですよ。僕はどっちかというと、まあ結構難しくて、その気分によって分けますね。なので、ちょっとこう、カジュアル感を楽しみたいときには、こういったオープンカラーシャツの方が合わせやすいかなと思いますし、小綺麗に振りたいとき、特に第一ボタンを締めて着たいなってときには、レギュラーカラーシャツがすごく相性がいいので、そこら辺は結構両方とも好きでよく着ています。ダークグレーっぽく見えるブルーの色味がですね、今季 GU でめちゃくちゃ良かったので、ちょっと今もう売ってるかどうかは微妙なんですが、価格もね、2000円前後で買えるので、これは激推しです。ぜひ見ていただければなと思っています。はい。このような濃い色のオープンカラーシャツでもいいですし、思い切ってですね、ボトムスはブラックなので、上半身をですね、明るくしてしまうのもいいかなと思いますね。はい。そこで持ってきたのが、今度はベージュのオープンカラーシャツですね。これは今季のユニクロのものです。これもね、ベーシックですごい着やすいんですよね。
サイズはですね、こちら M サイズを選んでいます。お伝えし忘れていましたが、身長164センチの53キロ、小柄な僕ですが、サイズはですね、ワンサイズ上げることが多いです。適正は S なんですが、これ M サイズですね。上半身をですね、このように明るくすることで、だいぶ印象としては、華やかさが出るかなと思いますね。どうでしょうか？このような形で、ちょっとね、カラーレンズを差しながら、使っていただくのもいいのかなと思いますね。うん、ベージュのね、色味がすごくいいのと、肌触りがすごくですね、滑らかで上品ですね。表面の感じも微光沢があって、これがですね、3000円でしたっけ？ 3000 円の雰囲気には全く思えないので、完成度非常に高いなと思いますね。これもやっぱりフルカサンダルが相性がいいかなと思うので、ちょっと大人のリゾートっぽさを出しながら、ぜひ皆さんには来ていただきたいなと思っています。はい、ということでね、結構喋ってますね。今何分くらいなんでしょうか？皆さんついてきていただいていますでしょうか？いつもね、最近動画が長くなってしまって大変申し訳ないんですが、もう喋りたいことが止まらないということでね、ずっと喋り続けてるわけなんですが、家庭でもあなたはどれだけ喋るのと奥さんからよく言われるんですが、はい、まあこのままね、喋りながら続けていきたいなと思っています。はい、続いてシャツの中でもちょっとね、たまには長袖着てみましょうというところでね、皆さんにお勧めしたいのが、このリネンシャツですね。リネンシャツは基本的には半袖よりも長袖の方が僕はいいなと思っていまして、半袖にするとどうしてもやっぱりカジュアルさが際立ってしまうんですね。っていうのもリネンシャツって、こう、先ほどのね、コットンとか、ポリのね、シャツに比べると、シワが強く出るので、やはりですね、半袖にするよりは、長袖腕まくりぐらいでざっくり着るのが、まあ、バランスが取りやすいかなと思っていまして、今季購入したのは、襟はですね、このようなバンドカラーになっていて、リネンの長袖シャツ。これはですね、ユニバーサルランゲージで購入したものなんですけども、これね、すごくバランスが良かったので、ぜひ皆さんにもお勧めしたいなと思います。まあ、二の腕が見えるとちょっと気恥ずかしいなっていう方もいらっしゃると思うんですよ。そういう場合には結構ね、長袖シャツ腕まくりっていうのが鉄板で使いやすいんですね。まあ、中にはちょっと T シャツを合わせていただきたいんですが、ちなみにですね、すごいマニアックなことを言うと、僕はちょっと今の着こなしで一点気になっているのは、上に何かこう羽織るときには T シャツのサイズ感が結構重要だと思っていまして、結構これ1枚で着るようにサイジングを選んでいるので、着丈が長めなんですね。そうなると、こう横からとか後ろから微妙にチラチラと T シャツが見えるじゃないですか。これがあんまり好きじゃない。本当であれば、もう少しだけ気持ち短くて、横から後ろから見えない方がバランスがいいかなと思うんで、あとはですね、もうタックインしてしまうとかですね。こんな感じにしてもらえば、下から覗くことがないので、こんな感じでバランスよくまとめていただきたいなと思いますね。リネンのバンドカラーシャツ、これすごくいいので、ぜひね、もうちょっとセール価格になっちゃっていて、売ってない可能性も高いんですが、こういったリネンシャツ、ユニクロでもね、リネンのシャツは、まあ、レギュラーカラーの襟がついてるんですが、そういったものも売ってますので、ぜひ皆さんもね、長袖シャツの腕まくりという形で、こういったスタイルも楽しんでいただきたいなと思っておりますという形で、シャツゾーンはこのあたりで終わりですかね。結構いろいろと来ましたね。レギュラーカラーからオープンカラーシャツ行って、そしてリネンシャツという形でね、いろいろと推移をしましたが、続いてはですね、ポロシャツゾーンに行きましょうか。ポロシャツもね、夏の大定番として皆さんにお勧めしたいんですが、今季はですね、このグリーンレベルさんとコラボレーションして作った、このね、ライトブルーのポロシャツがかなり良かったので、ちょっと着てみたいと思います。はい、こんな感じで、まあ、ポロシャツもね、なんかいろんな旬な着方があったりするわけなんですが、白 T の上にさらりと着るっていうのが、まあ、根気的でいいのかなと思います。なんか素肌をね、がっつり見せながら、セクシーに着るというよりは、これぐらいの方が、まあ、ちょっとこう、あまり狙った感じがせずに、雰囲気がいいのかなと思います。白 T をちょっと覗かせながらのポロシャツスタイルですね。どうでしょうか。このようなライトブルーだと、なんか従来のポロシャツのおじさん臭さみたいなところが出ないので、結構使い勝手がいいかなと思いますね。はい。どうかな？この第一ボタンを閉めるかどうか。このボタンを閉めるかどうかでもだいぶ印象変わりますが、うん。ちょっと白 T がいっぱい見えてるぐらいの方がバランスいいかな。こんな形で合わせてもらってもいいんじゃないですかね。うん。ポロシャツのね、持つこうおじさんっぽさを消すには、ちょっとこのような色をきれいにしてあげるだとか、グルカサンダルとか、カラーレンズの入ったサングラスだとか、ちょっとこう、シックな大人っぽいアイテムと合わせていただければ、
割とですね、このポロシャツを持つおじさんっぽさっていうのは消せるので、ぜひこんな形でね、ポロシャツも楽しんでいただければなと思います。綺麗色のポロシャツ、なかなか使い勝手が良くて、結構グリーンレベルさんの方でも好評いただいているようなので、ぜひよかったら、まあもうちょっと在庫あるかどうかは微妙なんですが、チェックをしていただきたいなと思っております。はい。続いてポロシャツのですね、2枚目は、大王道のですね、これ行きましょうか。ブラックのですね、ポロシャツですね。僕大好きですね。ポロシャツ選ぶんだったら、白とかライトグレーは僕選ばなくて、まあ従来のおじさんっぽさが出てしまいがちなんですよね。そういうものよりは、綺麗なライトブルー着てもらったりだとか、あとはこのようなブラックでシャープにまとめるだとか、そのような形にした方が、やっぱりバランスがいいんじゃないかなと思いますね。まあニットポロみたいなものもいいと思いますし、まあ通常のね、コットンのポロシャツでも、ブラックのものってシャープに見えるので、すごく使い勝手がいいんじゃないかなと思いますね。今もう、ほぼオールブラック、モノトーンコーデみたいになりましたが、まあこんな形でね、ちょっと収まりが良くないな。第一ボタンまできっちりと締めて、小綺麗に着るっていうのも結構ポロシャツってあったりするんですよね。どうだろうな、白 T を見せるか見せないか。もうあえて全部オールブラックで行くのもありじゃないでしょうか。たまにはこういった重たいんだけども、シャープなポロシャツスタイルっていうのも悪くないかなと思うので、ちょっとこういったね、悪そうだなぁ。ちょっと悪そうな感じもしますが、こんな感じでオールブラックのポロシャツスタイルっていうのもですね、楽しんでいただきたいなと思いますね。うん。なかなか悪くないような気がしますね。まあ足元だけちょっと白を覗かせてあげてもいいかなと思うんで、そういう場合は、このようなジャーマントレーナーでもいいと思いますし、まあ様々なアプローチができるので、ぜひそのあたりは皆さんもカスタマイズしてもらってもいいと思いますね。まあちょっと足元だけホワイトでも少し軽快な感じもしますね。そういう時は白 T ちょっと覗かせてあげるとリンクするかな。うん。ちょっとだけでもこう白 T も覗かせながら、白のレザースニーカーと合わせてもらうとバランスがいいかなと思っております。はい。ということで、だいぶ終盤に差し掛かってきましたね。ラスト1点だけご紹介させていただきたいものがありまして、それに着替えたら終わりにしたいと思います。はい。続いてはですね、半袖のニットというジャンルですね。服の山が横にあるんですが、あまりにたくさんの服をですね、積み重ねたので、転げ落ちましたね。はい。こんなアクシデントもそのまま、流してしまいたいなと思いますが、これを着てみたいと思います。まあなんか半袖の T シャツもいいんだけども、ちょっとこう、大人っぽさ、上品さを出したいのであれば、意外と役立つのが半袖ニットというアイテムで、僕もね、時々着ています。これはユナイテッドアローズで、何年前かな？もう2年くらい前に買ったものなんですが、こういったね、ちょっとこう、上品なニット、半袖ニットを着ることで、大人っぽい雰囲気が出せるかなと思います。まあ、T シャツをちょっとこう、襟元からとか、裾はね、見せても見せなくてもいいな。意外と動いてるとね、バランス悪くなるので、ちょっと内側に入れちゃいましょうか。こんな形で、ちょっと襟元から覗かせてあげながらっていうスタイルもいいんじゃないでしょうか。はい。色はですね、ダークグレー系で、こういった袖口だとか、その部分がキュッとすぼまるようなリブがついているので、このあたりのね、ニット感っていうのはすごく使い勝手がいいかなと思うので、ぜひ皆さんもです。ちょっと暑くはあるかなと思うんですが、まあ、そんなに外を多く出歩かない時であれば、このような半袖ニット意外と使いやすいかなと思うので、まあ、白レザースニーカーで合わせてもいいかなと思いますし、僕はこれだったらね、レザーのこういったグルカサンダルが合うかなと思うので、このような形で合わせれば、なんかこうドライブとかも含めてね、楽しみやすいかなと思うので、こんなスタイル、ぜひ皆さんもお試しいただければなというふうに思っています。はい、ということで今回の動画では大人の夏トップスを全部紹介というテーマで皆さんにお届けさせていただきました。まあ結構な数のトップスでしたが、皆さん最後までお付き合いいただいて本当にありがとうございました。全部を持つ必要なんかは全くないので、この中から気に入ったパターンをですね、まあ、3、4パターン用意をして、あとはボトムスとの組み合わせですね。今回はブラックのイージーパンツ、これ一択でやりましたが、まあ、その他にもですね、短パンであったりだとか、デニムであったりとか、様々なボトムスもお持ちかなと思うので、組み合わせを変えてしまえば、トップスが3、4枚ぐらいでもかなりたくさんのコーディネートが作れるかなと思うので、ぜひ皆さんもですね、夏の着こなし、存分にお楽しみいただければなと思っています。これからもこちらのチャンネルでは大人の男性に向けてメンズファッションの今日をですね、わかりやすく解説したいなと思ってるんですが、もう少し中級者向けのアイテムですとか、コーディネートの解説に関しては、
僕はもう一つ運営してます YouTube のメンバーシップチャンネルの方で解説をしていますので、気になる方は概要欄からチェックをしていただければなと思っています。またなかなか動画をゆっくり見る時間がないという方のためにオンラインサロンというものも開催をしています。そちらの方ではですね、文章と写真ベースでなるべくわかりやすくですね、ファッションの基本を皆さんにお伝えしているので、こちらも気になる方は概要欄からチェックをしていただければなと思っています。以上、スタイリストの大山俊でした。また次回の動画もお楽しみに。